今走ってる道は1861年10月に和宮親子内親王がこの中山道を通られました。江戸時代、庶民に一番人気の街道が東海道ではなく中山道だった理由は、箱根八里は馬でも越すが越すに越されぬ大井川と言われたように、東海道には行く手を阻む大きな河川が何本もあります。あえて回り道になる中山道を通る理由は、川止めがなく険しい山道があっても安心して歩ける中山道の方が、日にちが計算できるから東海道より中山道の方が人気があったみたいです。皆さんこんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は岐阜県岐阜市本庄西のカフェカーダモンにお邪魔します。モーニングは午前7時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。目的地は左側にあります。これからお邪魔するカフェカーダモンは矢印の先です。私は車をお店の裏に止めましたが、駐車場はお店の表と裏にあります。自家焙煎をして見えるみたいです。自家焙煎のメリットはお店の個性表現の幅にあります。お店の個性をいかに表現できるか、それこそが自家焙煎の最大の理由みたいです。営業時間は午前7時から午後5時までです。定休日は毎週木曜日です。モーニングは午前7時から午前11時30分までです。画面を少し動かします。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは一種類だけ見たいですが、トーストがマーガリン、ジャム、小倉、きなこ、シナモン、ライ麦パンの6種類あります。そして午前10時からサンドイッチがメニューに登場しますので、お好みのパンを選びます。自家製ドレッシングのごま風味の和風タイプとマスタード風味の洋風タイプの2種類を販売されてるみたいです。アフタヌーンセットなどいろんなセットがあるみたいです。メニューが豊富でどれも美味しそうですね。季節メニューとマスターのおすすめメニューもあります。モーニングはマーガリンとアイスコーヒーをお願いしました。こちらはマーガリンとアイスミルクティーをお願いしました。アイスコーヒー、アイスミルクティー、どちらも450円でしたので、モーニングはドリンク代のみの450円です。ドリンク代のみの450円でこのボリュームです。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初に画面の中央のサラダから見ていきます。サラダにはキャベツ、人参、水菜が入っていて、ドレッシングはメニュー表に書いてある自家製のごま風味の和風タイプが使われてるみたいです。水菜の由来ですが、肥料を使用せず畑の隙間に水を引き入れて栽培したことから水菜の名がついたと言われています。京野菜を代表する青菜であることから、関東では京菜とも呼ばれています。水菜は栄養がないのではと思われることもありますが、実はとても栄養豊富な野菜です。水菜は
ほうれん草や小松菜と同じ緑黄色野菜であるため、栄養価が優れてるみたいです。画面を少し動かします。次ですが、サラダの下にはリンゴが2切れあります。リンゴは毎年8月上旬から12月中旬頃まで収穫が行われますので、ちょうど今がリンゴが出始めた頃なんですね。出始めということは初物ですね。皆さんは初物75日という言葉を知っていますか？昔から初物は縁起が良くて、食べると寿命が75日伸びると言われてきました。75日寿命が伸びると言われるようになったのは江戸時代、死刑囚に対して町奉行は最後の恩情として食べたいものがあれば何でも与えるという決まりがありました。一人の死刑囚が所望したのは季節外れの食べ物でした。その食べ物はどこを探しても見つかりません。だからといって決まりを守らないわけにもいかず、初物が出回るのを待つことになりました。結果、死刑囚は75日生き延びることができました。初物を食べたから寿命が伸びたのではなく、初物を食べたいと望んだから寿命が伸びたわけですが、庶民の間では初物を食べると75日長生きできると言われるようになったそうです。画面を少し動かします。次はトーストです。毎回ではないですが、小倉があると間違いなく小倉をお願いするのですが、メニューに小倉があるのにどうしてなのか分かりませんが、今回はマーガリンをお願いしました。トーストは厚切りです。その厚切りトーストにマーガリンがたっぷり塗ってありますので嬉しいです。バターとマーガリンではどちらが体に悪いのかと聞かれれば、多くの方がマーガリンと答えると思います。2018年にアメリカの食品医薬品局が発表した研究結果を知ったら、今の常識が変わるかもしれません。バターとマーガリンの大きな違いは原料です。バターの原料が牛乳の脂肪分である動物性油に対し、マーガリンはコーン油、大豆油、菜種油などの植物油が 60% 強を占めます。どうして私たちはマーガリンはバターより体に悪いという認識を持ったのでしょうか。従来のマーガリンは植物性の脂肪を固形にするために水素を添加していました。この水素添加物を使用することで、諸悪の根源と言われているトランス脂肪酸が生成しやすくなります。トランス脂肪酸はトランス型不飽和脂肪酸と言います。不飽和脂肪酸自体は体に良いものですが、トランス化されると心臓病のリスクを高め、摂りすぎた場合には健康への悪影響があるとメディアでも注目された経緯があります。2018年にアメリカの食品医薬品局が食品への水素添加油脂の使用を禁止という大きな改定を行いました。マーガリンを製造する過程で使用されていた水素添加物も使用できなくなりました。それによりマーガリンの水素添加物から生成されていたトランス脂肪酸が低減したのです。これはアメリカの話で日本には関係がないと思われるかもしれませんが、マーガリンを購入するときには水素添加物不要の文言や原材料名をチェックするといいかもしれませんね。画面を少し動かします。次はゆで卵です。価格高騰が騒がれている卵は、東京の2023年6月時点で平均価格は M サイズ350円です。1年前の卵の相場は東京で M サイズ215円でした。価格高騰した理由の一つとして餌代の高騰が挙げられます。世界的に日本の卵は生食できるほどの安心安全の品質が評価された高級品として高い需要があります。特に香港で日本の卵の需要が高く、現地での価格は10個入り日本円で約903円です。世界的に卵の生産量が減少して価格が高騰し、もともと高級品だった日本産卵との価格差が縮まり、日本産卵のシェアが拡大し続けています。世界的に卵が不足してるみたいで、海外より日本国内の方が卵が安いみたいだから、まだ卵の価格は上がるみたいですね。ドリンク代のみの450円で、自家製のごま風味のドレッシングのサラダ、初物のリンゴ、
マーガリンたっぷりの厚切りトースト、高値が続いてるゆで卵の4品がついています。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。サラダにはキャベツ、人参、水菜が入っていて、自家製のごま風味のドレッシングが使われてるみたいです。野菜はビタミンやミネラル、食物繊維を多く含んでいます。多くの研究で、野菜を多く食べる人は脳卒中や心臓病、ある種のがんにかかる確率が低いという結果が出ています。食事は野菜だけでなく、ご飯や肉、魚など様々な食品を組み合わせて食べる、つまり主食、主菜、副菜を組み合わせて食べることにより必要な栄養をまんべんなく摂ることが必要みたいです。トーストは厚切りトーストです。トーストの表も裏もこんがりと綺麗にきつね色に焼かれています。またトーストは大きくて切り込みが入れてあります。外はパリパリで中がもちもちとしていて、美味しいマーガリントーストです。小倉トーストを食べる機会が多くて、マーガリントーストは久々です。マーガリントーストも美味しいトーストですね。生卵とゆで卵、お肌に良いのはどっち？私は同じだと思っていました。卵黄には肌の健康に働くビオチンというビタミンが、生の卵白にはその吸収を悪くするアビジンという成分が含まれますが、アビジンは加熱に弱いため、ゆで卵の方が肌に良い成分が取りやすくなるみたいです。リンゴは毎年8月上旬から12月中旬頃まで収穫が行われますので、ちょうど今がリンゴが出始めた頃なんですね。出始めということは初物ですね。初物のリンゴを食べて75日寿命が伸びたらラッキーですよね。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの450円で、自家製のごま風味のドレッシングのサラダ、初物のリンゴ、マーガリンたっぷりの厚切りトースト、高値が続いてるゆで卵の4品がついています。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。